ハイプアーケードのお仕事した時に、はい、やっぱ筐体に久々に座って、はいはい、やっぱこれでやるスト6も楽しいなって言ってましたからね。まあ元々ゲーセンっ子ですからね、だからちょっとエモかったですよ、それを座っている数の子さん見るのもね。さあ始まりました。はい、見ていきましょう。ワンピガーが数の子のキャミ、ツピガーが時戸の剣。さあ剣キャミの組み合わせ、やっぱり弾に対してのアクセルスピンナックル、これも一つかなりノイズになる、うん、一定以上の遠い距離からは打ちにくい。いきなりなんかスローペースの試合になりましたね。そうですね。さあファーストタッチは加速を、指なるほど、投げている。ちょっとアングリーっぽさがあるような攻め方しますね、キョトリアさん。うん、そのアイパン3つどうかというところ、感謝してる、やはり感謝の聖剣好きモードか。あと続く、まあ、タッチアップパンチは結構相性いい部分はあると思うんですけど、さあタイプリードは加速を、ここで透かし下段の形で中足ラッシュ、時とも着地に目を当ててなんか攻めをこう展開しようとしたところに、うん、早かったですね、ボタンさんが。さあ難しいことはしない、誰でもできる、誰でも使える武器を使って、ただむちゃくちゃ強い、うん、それが数の子。回した、そう、回落としている。これどう見るか、インパクト、上から来たが受け止めている。おお、なんで有利じゃないですか。押し返す、クータイクーだが、まあ、画面中央ならクータイ OK って感じでしょうかね。さあ時間は十分稼げた、ドライブが戻ってくる、うん、する、危険な中距離、両者のゲージはある。先に一足を通したのは時戸の剣、うん、さあ大きなダメージ、ここから試合はどう動くか。ショーケ立ち役キックですね、うん、今回は打ってくれ。しかしこれはしっかり警戒できていた、カズノコも当てられれば、一応 SA じゃなくて CA になってる状況で画面足になるんで、あるかなってところで打っていたと。さあそこからの投げ、さあゲージ差は歴然、これをうまく回せばかなり優勢に戦うことができるが、カズノコどうするか。お、差し替えた、時戸は何を見ているか。そこは地球キックは深すぎた、打った形、打っていく、反撃だ、しっかり弱陣雷だったんで OD スパイクで返していったという、まあゲージ下がりますよね。そうですね、なので、まあ、数の子は、まあ、倒し切り結構見えてる状態。そうですね、もうワンタッチ、危ない、ここはローキックから倒し切り見えている。さあこれはしっかりと届くでしょう、綺麗に決めていく、お見事、 SS3 フィニッシュ、芸術さを生かして、まあ、ですね。いやでも相当スローペースな試合いいですね。そうですね、うん、不用意なラッシュ、そして不用意な技置きはしない。数の子自体も上から行ってないんですよ、これ地上で、地上っすね、じっくりやれればやっていくっていう、やっぱラッシュからの攻めは今回はすごい卓に行ってますね、シミって感じじゃなくて。うわ、うまい、これは反撃です、まあ、時ともこれ反撃食らうんですけど、バーンとするんでっていう、うわーっと飛び道具に対して飛んで降りて、リターンを取っていく、画面端も取って、さあ十分時間も稼いでいるか。さあ弱中から決めて、ゴブ無理やり目の前ロキックを打つが、うわー、むずいやつ、ほっと一息した瞬間、これむずいやつですね、回復する瞬間なんでインパクトを構えづらい、はい、はいはいはい、確かに人としてポイント、そうですね、逆にですよね、バーンアウト中だったらやっぱ SA 構えたりとか飛びが増えるんですけど、回復する瞬間なんで、うん、賢いな。さあこれで画面端、おっと黒前に出て投げていくか、残念、ほんと、さあ入れ替えコンボ、インパクト、これは取っているでしょう、どうするんだろうこれ、キューで入れ替えて、あ、使うんだ。さあ家族はすでにバーンアウト中ですが、追撃、新竜レッパーを打ち込んでいった。
たまたま CA はあるんで、いやーローキック仕込んである。もうそしてこれ積んでますから今のは、アッパー波動、そうですね、なんかもろもろ削りで、これで11、両者譲らずと。さあ静かな立ち上がりから少しずつ2人とも前のめりになってきたか。危険な前にスルスルと入っていく時間が増えてきた。さあ投げを誘ってこのダメージ、うわ暴れ潰し当たっている。弱勝利が出てない。ロキから弱形いいっすね、ああいうちょっと差し返し気味に打てるのは起きでも強いし差し返しにも強いと。さあ時戸が少し前のめりになってきたか。触って崩せたのが今のラウンドって感じでしたね。うん確かに。さあ数の子の固く守りながらもうラッシュをすごい使って果敢に、いやーギャバレふっと思えばこういうところでちょっとどっしり構えるんで、うん、さあここでウジラ、そして中段走ってくるインパクト、これは完全な対策。そして入れ替えコンボ、なるほど。ああちょっとでも逆だった、確かに投げ画面端投げになる。さあパニッシュしている、これは危ないぞ、バウトがある。おおしっかりしっかりと走り切る、お見事。あえてあそこ食らうことによってね、バウトは回避できるんですが、さあ早々に打ち込んでいく時戸の SS3。 おっと OD 陣来を打ち取っていたが、かなり刻んでいく。今度は風の子はもうこれで SS3 溜まるんで、溜まりました、有利ですね、かなり有利。さあ体力リード、おっとしかし手の印が当たるとこじ開けて画面端、そこはボタン押しているが相打ちになる。今さあ来た、さあゲージは一つ、もうワンタッチ必要、後ろに当てるからの、さあ攻守は切り替わる、当たれば無敵技の有名だな、これインパクト、関係なし、はい、入りません。そうですね、無敵技 OD 昇竜拳を打ち取ったドライブインパクト、無敵技の読み合いにはなる局面ですよね今ね。投げももういやーすごい捨てられないし、ただ確かにインパクトで OD 昇竜拳を返せるということで、リバーサル打つとああなるんですね、あそこの昇竜拳っていうのは空中でくるくるタイプですね。そう、結構ね中足インパクトみたいな感じで、はい、剣の中足ガード後のあの昇竜仕込みにあのインパクト確定させたりとかっていうのも、はい、確かあんな感じになりますよね。劉備列脚ならみたいな感じか。なるほど、なんかあれ割と距離でああいうちょっと状況作れるっていう、初段が空振りして 2-3 なのかな、こんな印象ですね。入れ替え、さあ先に2本目の星を取ったのは数の子のキャミ、うまい、ルーザーズラウンドの戦いだが、おお後ろに投げる、これはでかすぎ、当ててる、カウンターだ、ここはしっかりと倒しきりまでリーチをかけていった。さあ静かにまた両者が立ち回りに戻っていった。指打っていく、打っていく、勝負どころで勝負ができる男。グラビケージでオーディションしっかり落としている。え今のが差し返しなの、あの陣内で大パン大パンカシャカシャ、さあ無理やり割った、あでも通ったぞ。さあこれは危ないぞ、リーチはもうすでにかかっている、怖っ、カズノコならば下手をすれば貫いてしまう可能性がある。中盤おー上切る、さあそして SA1 お守り、あそこ刻んでもう一丁、これはバーンを、さあこバーンとしながら削りがある、打つしかない、カズノコガード、お見事、すごいわ、さあいやドライブスラッシュ、すごい、確かにあれは詰将棋のような戦いでしたね。
ここでバードさせて、ここも打ちたいよねでしっかりガードしてと。